昨日僕は動画をたけるくんのやつを、シュガーのやつと、あと、金スマのやつをあげたんですが、そのあたりにね、僕の視聴者の方たちから LINE がね、いくつか入ってきて、ほぼほぼその二つのことについて、情報をね、いろいろと教えていただいたって感じなんですけど、まず、僕がびっくりしたのは、やっぱり僕も思ってた通り、たけるくんが番組でね、金スマでね、シュガーのことにちょっと触れたら、その夜のシュガーで、5000人ぐらい増えてたって言ってましたね。お客さんっていうか、登録者が。だからそれがすごいなと思いました。僕も増えるなと思ったんですけど、そんなに一気に増えたと。ただ僕がその動画をね、金スマをやってる間、動画は、僕の視聴は減るなと思ってたんですけど、もちろんすごい減ったんですよ。その金スマ。で、続けてシュガーが行くから、その時も減るのかなと思ったら、ググググって上がって、僕の動画を見てるのも、また元に戻ってるんで、必ずしもやっぱりみんなシュガーに入ってるわけで、登録してるわけじゃないんだなって、まあね、お金払わなきゃいけないってのもあるんですけど、必ずしも、みんながみんな、金スマを見てる人たち、たけるファンが、シュガーに登録してるんじゃないんだなっていうことが、なんとなくそれ見て思いましたけどね。あと、寄せられた意見として、たけるくんのね、家族構成の話、家族の話をね、珍しくしたじゃないですか。僕はね、だからね、こいつからたけるウォッチャーなので、たけるくんを追ってるんで、その前のことがあまりわかんないんですよ。だから家族のことなんて全くわかんなくて、あ、珍しいな、家族のことを言うのって思ってたんですよね。で、家族構成がお父さん、お母さん、妹っていう話をしてたじゃないですか。では、僕はそうなんだなって、妹さんいるのは知ってたんで、あ、妹さんだよな、ぐらいで。そしたら、視聴者の方から、でも、離婚してますよねって言ったんですよね。と、今は再婚したんですかねっていうのを聞いて、え、そうなんですかって話。離婚したというか、その母子家庭だっていうことが、を知らなかったんですよ、恥ずかしながら、たけるくんが。もう本当に普通に、ご両親と妹さんと暮らしてるもんだと思ってたんですが、動画も送っていただいて、それは別に、母子家庭のことを、お母さんのこととか家族のこと言ってるんじゃなくて、なんかの番組で、芸名をね、もしつけるんだったら、なんて名前が良かったですかって言ったら、いや、普通の名前が良かったですね、斎藤清とか、みたいな話をして、なんでさ、その話、名前がいいんですかって言ったら、いや、普通にお父さんの名前だからみたいなことを言ってたんで、お父さんはじゃあ清って名前なのかなっていうところはあったんですけど、その送られてきた方に聞いたら、やっぱり本人もね、両親が中学校時代離婚してるって話はしてましたよっていうので、僕もちょっとそこから調べてみたんですよ。僕今更っていう感じになるかもしれないですけど、僕は知らなかったんで見てるんですけど、これを見るとですね、調べたところ佐藤健さんは母子家庭で育ったようですと。2012年に放送されたドキュメンタリー番組裸にしたい男によって本人が両親が離婚したと発言しているので間違いありませんと。そこで発言してたんですね。で、一部の情報では佐藤健さんが中学校の時に両親が離婚されたそうですと。で、お父さんについて過去のインタビューでは数少ないですが、話してる時があって、ウィズっていう、これ雑誌でしょうね。実家には僕が生まれた時から猫がいたので、記憶に残っている家族の情景は、ほぼほぼ猫絡み。父が猫とかくれんぼしているのを見て、僕も真似したりとか、そうやって、佐藤家の場合は、猫がみんなの絆をつないでくれていたのかもしれませんっていうのもあったんですね。これはエピソードですよね。でね、僕はね、ちょっとね、そっからの話でね、これは本当か嘘かわからないですが、僕はちょっと、シンパシーを感じる部分があって、ネットでは佐藤健さんのお父さんの実家が宮城だとの情報があるそうだっていうことなんですよね。でね、今守られなかった者たちへも、まさに宮城じゃないですか。爆漫の舞台挨拶で、佐藤健さんは幼い頃お父様の実家である宮城県に夏休みによく遊びに来てたっていう話をして、オニヤンマとか昆虫採集をしていたっていう話をしたんですかね。でも守られなかった者たちがね、宮城の話じゃないですか。くしくもね。これはたけるくんも思い入れがあるんじゃないのかなってふとね、それでね、思ったりはしたんですよね。で、これ一部ではね、
SNS では宮城県の仙台ではないと、実家が、お父さん実家がね、南三陸ではないのかという情報もあるようだって書いてあって、それだとね、僕のね、故郷なんですよね。南三陸なんですよ。これはね、かなり僕は、だからね、佐藤健君にシンパシーを感じたんですよね、この話を見て。なんかこうね、佐藤健君のことも僕が気になる何かが、DNA があるのかなって、ちょっとね、運命を感じましたね。なるほど、そういうことがあったのかというね。まあ、すごく身近に感じるようになって、少し嬉しいんですけどね。まあ、この記事は古い記事なんですけど、しかし地方ロケなどで今後宮城県を訪れることがあれば、幼少期に行っていたお店などは紹介されるかもしれませんねっていうのを書いてて、だからこれはね、今ね、まさにそうだなと。で、それで僕はバーッと繋がるのは、宮城県のね、この復興しようとしてるじゃないですか、たけるくんが。その復興っていうんですかね、守らなかった者たちで繋がって、写真もね、神木くんと撮りに行ったって言ったじゃないですか。で、その、これシュガーで言ってたことですよ。それシュガーで写真を撮、写真集みたいにして、またね、熊本みたいにね、出すんでしょうけど、それにプラスして、どうやったら震災以降盛り上げられるかっていう話をね、考えてるんだよって話をシュガーでしてて、その時にセリ鍋って話をしたじゃないですか。確かに僕はね、セリ鍋ってね、マニアックだと思ったんですよね。なんでタケル君セリ鍋を知ってんだろう、その時ふと思ったんですよ。だってね、仙台って言えばね、宮城とか仙台って言えば牛タンとか、まああと笹かまぼことかね、有名なものはまあまああるんですよね、いろんなものをね。そこでセリ鍋っていくところがかなり宮城を知ってる人だなと、ちょっと思ったんですよね。多分ね、宮城でもね、あれ仙台の方じゃないはずですよね。もう少し地方の方だと思うんですけど、そういうふうなことを紐解いて繋げていくと、あ、なるほどなと。お父さんがいる実家で、そういうところで詳しいのかなっていうところにちょっと、ね、なんか繋がるなぁなんていうふうに思いましたけど。たけるくんかなりお母さんに、じゃあ、なんか、あ、まあ、すごくお母さんに近い感じだったんだなって感じはありますよ。好きな、お母さん自体好きなことを自由にさせるって教育方針で、佐藤健さんは伸び伸びと自分のやりたいことをやってきたと。で、まあ、ブレイクダンスがその中であったと。で、芸能界入りもお母さんが背中を押したってこと。なんか、お母さんは、スカウトされて、周囲は大学に行った方がいいっていう声がほとんどだったけど、お母さんだけが大学に、大学に行かなくてもいいんじゃないっていう言葉をくれた人物だったってこと。その一言で佐藤健君は役者の道を志す決心ができたと。あと妹さんの話もね、ちょっと出ましたけどね。妹さんも一回スクープされてんですかね、これはね。佐藤健さんは妹さんについて自分から見ても可愛い妹と語っていると。まあ、一部では女優の春さんに似て、ただ、健君と春って似てますよね。なんか顔の作りが。目もクリッとしてて、顔がシュッとしてて。だから春さんに似てるっていうのはちょっと納得ですかね。なるほどね。まあそんな感じでちょっとですね、僕もね、番組があった後にいろんな情報が来たので、僕の知らないことも多いんですよ、やっぱり。僕も全然僕は新参者が全く知らないことが多いので。ね。まあ、情報なんかね、あったら僕、いただけたら嬉しいです。僕の LINE にいただけたら嬉しいんで、僕の LINE はですね、僕の、この、今の動画のコミュニティっていう、上にね、コミュニティって書いてある、そこに、僕の LINE の QR があるんで、そこを、ピッとこう、押してもらって、友達申請してもらうと、僕も友達申請普通にしますので、なんかいろんな情報があったら、教えていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、そんな感じです。ではでは。